こんにちは。木版画工房木版館へようこそ。私たちは昔からの伝統的な技術や道具を使って後世に残していきたい作品を作っています。これからその技術や道具の紹介をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。運びは、何が大事かっていうと、絵の具をこう運ぶので運びというんですが、やはり、使う用途によって、使う場所、使う部分によって、大きいもの、小さいもの、それによって運びは大きさを変えていきます。ただ売ってるものは同じ大きさなので、やはりこう大きいものには大きい運びで、小さいものには中くらいの運びで、ぼかしをやるときにはぼかし、小さい、少しだけ絵の具を置きたいときは細い運びがあった方が便利なので、この売ってる運びよりも中くらいの運びと小さい運び、こういうものを自分でバリエーションを多く持っていた方が運びは使いやすいし、絵の具も混ぜやすい。で、やはり色も同じ黒なら黒、黄色なら黄色の絵の具、赤なら赤の絵の具と分けておいた方が、同じ藍と黄色を使っていくとグリーンになってしまうので、やはりこう色を分けて使った方がいいので、何本も太いの、中くらいの、細いものといろいろバリエーションを豊富に持っていた方が使いやすいです。運びを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。運びを作るには、まず前日または数時間前にカットした竹皮を水につけて、竹皮を柔らかくしておきます。水につける部分は端から6センチぐらいのところまでで構いません。軽く水洗いし、余分な水分を拭き取っておきます。竹皮1枚あたり運びは2本ぐらい作ることができます。竹皮の準備ができたので、必要なものを作っていきます。まずは運びの持ち手の部分を準備していきます。昔は竹を割って細い棒状になるように作っていました。今回は既製品の竹ひごを使用しています。適切な長さにカットします。約14センチぐらいにカットしておき、使用するときに長すぎる部分は後で最後にカットします。次は竹皮が抜けないようにするために、ストッパーとなる引っかかりをつけます。カッターを親指で押し出すように切り込みます。
竹皮を巻く部分の先から3センチぐらいのところまで切り込みを入れておきます。引っかかりができれば大丈夫です。運びには竹皮の一番強い外側の皮だけを使用します。そのためには水分で柔らかくした内側の甘皮と言われる部分を剥がし取っていきます。まず外側の皮までカットしないように内側から切り込みを入れます。そして先端5ミリの部分の甘皮を剥がし取ります。次に残りの部分を剥がしていきます。こうすると外側の皮だけを残すことができます。甘皮が全部取れたら 5、6 センチのところでカットします。先ほど準備していた棒にこの竹皮を巻きつけていきます。隙間のないように指先で絞りながら巻きつけます。途中で切れても足していけば構いません。さらに多く巻くと太い運びを作ることができます。運びは使用する用途によって巻く太さを変え、数種類用意しておくと便利です。広い面や大きい版木を使用するときは、絵の具を多く含むことができるように竹皮を多く巻き、太めの運びを使います。小さい面やお菓子などをする場合は、その細めの運びを使用するので、いろいろな大きさの運びを準備しておきます。次に竹皮を紐で固定していきます。ここでは紐はタコ糸を使用します。竹皮が抜けないようにきつく巻きつける必要があります。輪っかを作り、親指を紐でしっかり固定します。輪っかが崩れないように、もう片方の手で紐を親指から輪っかに向けて強く巻いていきます。水を含んだ竹皮は広がって伸びた状態ですが、乾くと縮むので外れないようにきつく巻きます。次にタコ糸を切って、切った端を輪の中に通します。この穴の中に入れて、入れて、よいしょ。入れて。そうしたら反対側のタコ糸を引っ張り、切った方の端っこを輪を巻いた部分に引き込みます。結び目がない留め方で強く竹皮を固定することができました。きつくしたまま緩まないようにやってください。余分な紐を切り取ります。で、これを切って、ここも切って、
ほうき状になるように竹皮の先を裂いていきます。今度は昔は家にある金槌などを使って雨皮がついたままそのまま巻いた後にトンカチで叩いて、その後つげのような固めの串、金属でできた串を使って細く細かくしていきます。叩くとこういうカスが出るんですよね。こういう甘皮って。その後今では剣山など針の多くついた便利なものを使って裂いていきます。使っている針のついたものは花道、日本の生け花など花を固定するときに使用する剣山というものです。ポイントは剣山を固定して運びの方を引っ張ると力を使わずに楽に裂けます。竹皮が細い糸状になるように裂いていきます。甘皮のゴミが残っていると絵の具の中に入るので、ゴミが残らないよう使用する前に水で揉み込んで洗ってから使ってください。これで完成です。